皆様、こんにちは。気になる国のニュースをお届けする、かずみです。社会的な地位のある人が、次々と、よからぬ出来事を。そんな残念な話題を、2本、お伝えしますね。韓国メディアの記事を引用します。ソウル音楽大学の教授が、自分が教える大学院生の宿泊施設に、強制的に入るなどの、嫌がらせ行為をしたとして解雇された。4日、大学関係者や学生によると、ソウル大音楽大学所属の教授 A 氏、4月懲戒委員会に回付した。 A 教授は、昨年7月に欧州学会出張に同行した大学院生 B さんに夜明け複数回電話をかけるなどし、 B さんを苦しめた上、電話を受けなかったため、 A 教授は B さんのホテルの部屋に訪ねて行って、強制的にドアを開けて侵入。部屋に入ってきた A 教授は、 B さんが外に出ないように体でドアを防ぎ、 B さんの手を握って着席させるなど、 B さんに強制的に身体に接触などしたことが分かった。 B さんはこの事件の後、 A 教授を避けようとしていたが、 A 教授は立場を悪用して脅迫した事実も明らかになった。 A 教授は事件のほか、私生活の干渉などを数回繰り返したことでも周りでは知られていた。食べ物を無理に食べさせてくれたとか、マフラーをかけてくれるなど、 B さんが望まない行動をした。去る3月からこの事件の調査に着手したソウル大学人権センターは、 A 教授が優越的地位を利用して B さんに嫌がる行為をし、人権を侵害したとして12ヶ月以上の重い懲戒を下してほしいと大学本部に要請。人権センターの関係者は、この教授は学生を所有しようとしていたんじゃないかと疑われるほどの行為をし、学生に忘れられない精神的苦痛を与えたと述べた。ソウル大は手順に従って懲戒委員会を開き、 A 教授を職位解除した後議論している。さらに同様の事件を、2本目です。釜山地方検察庁の現職部長検事が、夜遅く酔いしれたまま路上で女性に抱きつくなどの迷惑行為し、現行犯で逮捕された。4日、検察と警察などによると、釜山地検部長検事 A さんが強制〇〇の疑いで警察の調査を受けている。 A さんは今月1日午後11時15分頃、釜山都市鉄道1号線揚穂土駅周辺の路上で歩いていた女性の身体に接触した疑いを受けているという。捜査当局によると、当時酒に酔った A さんは女性についていくの肩に手を乗せるなど不適切な身体接触をしたことが分かった。申告を受けて出動した警察は A 氏の現行犯で逮捕した。警察は A さんの身元を確認したが、泥酔状態で調査を行うことができないため家に戻るよう伝えられた。警察は後に A さんを強制〇〇の疑いで書類送検した。警察関係者は、強制不事件で調査しており、詳細については通知することができないと述べた。警察は近いうちに A 氏を召喚して調査すると伝えられた。 A さんは現在正常に出勤していることが分かった。釜山地検の関係者は、この部長検事も捜査に積極的に協力しているとし、事実関係を確認し、その結果をもとに厳正に対応すると述べた。大検察庁は釜山地検からすでに関連事案の報告を受けたという。検察関係者は、厳正に対応しているが具体的な言葉は挙げるのは難しいと述べた。そういえば以前、前釜山市長が同様の容疑で辞任会見をしていましたよね。韓国のニュースを探していると必ず出てくるんですよね、この手の話題。一体どうなっているのでしょうか。それでは韓国人のコメントを紹介します。法を扱う検事がなんだかんだ言って、このような嫌疑に対する処罰が甘いのでは、それとももみ消すつもりなのか。大学の教授がこのようなことをするのは学生にとってとても苦しい。学業に影響するし、何より退位の心配までしないといけなくなる。
厳正な処分が必要。なるほど。この手の犯罪、刑罰の軽いものばかりの理由が分かった気がする。検察、検事はしっかり捜査してきちんと明るみにしてほしい。大学教授の行為は今回の件以外にも調査するべきだな。 B さんだけってことはないと思うが、いかがですか？皆さんはどう思われましたか？皆さんの意見をコメントで教えてください。今後もかずみの気になるニュースをお伝えしていきます。よろしければチャンネル登録、高評価の応援、コメントをお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。最後にうちの和田弁ちゃんで癒されてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。